つまり大佐崎が宇治天皇の奥方に横恋慕して、それで宇治天皇を殺して、その後に神長姫を奪おうということを歌った歌だって、日本国でおどろおどろしくも解釈してしまいました。で、実際この後日本書紀では神長姫皇后はちゃんと大佐崎の股の妃になってますよね。二人も子供を設けますよね、宇治天皇の妃だった方が。で、あの話であれほど父邸に懇願していただいたにもかかわらず、正式の皇后が岩の姫で、神長姫がなんで股の妃、つまり側室に近い扱いなんですか。これを今まで誰も言った学者さんいなかったんです。お父さんにあれほど頼んだんでしょ、大佐崎だったとしても、それがなんで正式の皇后でなくて側室なんですか、神長姫が。これだったんです、原因は弟から奪い取ったんです。で、これも日本書紀に出てきますね。神の、道の尻小肌乙女を神のごと聞こえしかど相枕巻く、つまり弟宇治天皇を殺した後に神長姫と初めて枕を交わした時の歌です。遠い国の小肌乙女は恐ろしいほど美しいと噂が高かったが、前半で覚えておいてくださいねって言ったでしょ。お父さんの宴席で直接神長姫見たはずですよね、大使は。でしたよね。なんでここで噂が高かったですか。だから大佐崎は見てなかったんでしょ、お父さんの宴会のとこでは。ほら、歌が歴史を証明したわけです。このことについて気づいた学者さん一人もいなかったんですよ。なんで今初めて枕を交わす相手、今初めて見たんですか、美しいって分かったんですか。さっきの場面でちゃんと見てたやないですか。見たからこそ私の嫁さんにくださいってお願いしたんじゃなかったですかね。今私と枕を交わす仲になった、ほら大佐崎が勝ち誇ってるわけですよ。噂通りと別品と一緒になったから。道の尻小肌乙女争わずね、思考しぞ慈しみ思う、これおかしいでしょ、どう考えても。遠い国の小肌乙女が逆らわずに一緒に寝てくれた、結婚許されたのなんで逆らうんですか。ああ、元は人妻だから。解きました、小肌乙女。この国小肌村、あの宇治阿蘇熊社の土地のことを山城の国の不読一文の中にかつてはこの国と言ったというんですね。で、父親の応神天皇が宇治天皇のお母さんと知り合った場所が小畑村っていうんです。多分これ小畑ですよね。つまり宇治天皇が都を置いたのがお母さんの宮だったと思われるんです。そこに最初の奥さんとして来たのが神長姫皇后であるから、やっぱり小畑乙女、小畑村の乙女、小畑乙女、当然これ神長姫皇后を指すわけでしょ。これも初めて解き明かしたんですよ。だから結局宇治に同じなんです。だから宇治天皇のやっぱ奥さんなんです。現在の河原町小宮の地の姫さんと一緒になったって大佐崎が喜んで歌ったんです。嫌な歌でしょ。大佐崎って暴虐ですね。どこが仁徳さんですか。違うでしょ。ここまで来た弟を殺して嫁さんまで奪い取って、どこが仁徳ですか。私の感覚おかしい。はい、さあ、そして神長姫皇后の歌に戻りましょう。3首目、ありつつも君をばまたん打ちなびく我が黒髪に下の奥までに。さあ、さっきはもう一緒に死にましょう、高山の岩根を枕にして死にましょうと決意されましたね。いいえ、我が君のご無念を思えば、生き続けてでも寿命の尽きる時に、黄泉の国から私をお招きくださるであろう我が君をばお待ちいたしましょう。今はなよなよと打ちなびく私のこの黒髪が、神長姫の名前にぴったしでしょ、黒髪にが白くなるまで、遠い先の日まで我が君を恋したい続けてお待ち申し上げます。
一時期は一緒に後追って死のうと思っていた皇后様が、神長姫さんが生き続けようと決意されます。なぜか考えました。このまま自分も自殺してしまえば、宇治天皇さんの我々が今なお知る民のかまどのあの人生が、民に対する優しい政治が、あの憎き大佐々木に全てを奪われるんじゃないか。自分がせめて生き残ってそれを後世に残そうとされたのかなと、私は善意に解釈をしております。そうした時に原文下の奥までにって、あんな万葉仮名が出てあるんですよ。万代日って書いて、あれでまでにって読む。だからあの赤い解釈にここから出したんです。私のこの黒髪が白くなるまで、まだ神長姫さんお若いんです。でしかもよぼよぼのおばあちゃんになるまで、遠い先の日まで、だから万代日。だから万葉仮名って時々そういう目で見ないと歌の真意を読み誤りますよね。ここまで分かりましたよ。神長姫さん、こうね、悲劇の皇后様です。宇治天皇の忘れがたみです。四首目結びです。秋の田のほのへにきろ、ごめんなさい、これだけはちょっと原文で書いてあります。秋の田のほのへにきろを探すに、いつへの方に我が恋やまんと読みます。秋の田のこの辺に帰ろうあさかすに、いつへの方に我が恋やまんと言われますね。さあ、新解釈の明る分、先ほどの秋の田の仮穂の伊穂のとまわらみの歌、覚えていらっしゃいます？あの秋の田の穂でしょ。私あれと連想しました。秋の田の仮穂を屋根に吹いて、我が君と雨漏りのする宇治の宮で過ごした幸せな3年間が思い出されてなりません。我が君の亡くなられた今年の秋の田の穂の絵にかかっている朝霞のように、悲しみに沈んだ我が胸中、朝霞はいつか片方に晴れて行きましょうが、さぎりの真ん中に閉じられたような私の恋心はいつどこで止むことでしょうか。それはきっと私の寿命の尽きる時、我が君と悲願で再会し申し上げる時のことでしょう。その日まで私は幾多の苦難をも耐え忍びましょうという決意の歌だったろうと、この四首の連作を、これも新解釈を残しました。いかがでしょう。悲劇の皇后神長姫様、覚えていただけました？神長姫皇后、歴史に出てきませんよ、ちょこっとしか。でも実際は宇治天皇の奥さんとしてこれだけの業績があり、なおかつ悲劇に追いやられた皇后様がいらっしゃったわけですね。大佐崎の乱まだ続きます。宇治の脇平津子の宮所の歌一首で、宇治天皇の最後が語られています。芋らがり今木の峰に茂り立つ妻松の木は古人未見という歌ですね。妹のところに今来た今木の峰に茂り立つ妻を待つという待つ時は個人も見たであろう。これもこちらの残された資料からようやく探しました。宇治天皇さんのお墓のようです。鏡山孫子によると、離間に伽藍松という村の西南道の上に古墳あり、その周囲一条五尺、実に風雅な松なりとある。古きより寺の跡伽藍ともいい、偉いっすね、五稜ともいう、誰の地元誰とも分からず五稜とちゃんと書いてあるんですね。当たりだと思います。で、宇治天皇さんはですね、我が国の最初の散骨の人だっていう記録が残されてるんですよ。散骨で葬られた方だ。ここに宇治天皇さんの遺骨の灰が撒かれたらしいんですよ。それがもう今ちょっと移動しちゃいましたんでね、古い時代の写真、こちらが残されている、あそこの伽藍松の壁にかかっている写真です。これ
これがガラン松。これも河原の町の中にあるんですよ。あれ、これ川見神社の作る近くでしたっけ。はい、ガラン松。これがどうも宇治天皇さんのお墓らしいんです。だ、今はもう失われてます。もう今はここ車の道です。これご覧になって分かります。小宮八幡宮の宇治湖の方、神幸祭、ここに来てらっしゃる田中さんが教えてくれました。祭道所の方はこの神幸祭の時にこの出汁の花飾りを一本一本抜いて、それでご自宅にこうやってお別れしてお飾りになるんですって。誰を忍んで、御神幸祭、宮原まで行きます。阿蘇熊社の下、長津ヶ池のところまでです。宇治の宮があったところです。だからこれ宇治天皇を親しんだ大御宝の末裔である皆さんが祭道所の小宮八幡宮のお祭りで今なお知らず知らず宇治天皇さんを慕ってお飾りしてあるんじゃないでしょうか。推測です、推測です。最初ここに来てる田中さんがなんでこんなハワイの霊みたいなやつが祭道所に飾られてるんだって、私も全然分かんなかった。でもよくよく考えたら、え、小宮八幡、え、元阿蘇熊社、え、宇治の宮、向こうの梵天祭り、八幡祭りと違ってこちらはあくまでも宇治天皇さんの徳をお慕い申し上げて、そのご利益にあやかろうとしての風習だったんじゃないでしょうかね。推測ですが、もし当たってると思ったらこれから先は祭道所の方々、どうか宇治天皇さん、真実の仁徳天皇さんをお思いになってもう一回家に飾られてみてください。さあ、この後にですね、あの大山森の巫女、これがですね、宇治の脇平塚に殺されたとありますが、実は宇治天皇が殺された後に大山森の巫女も大佐崎に殺されるんでしょう。